吉田さん、年金ね、まさにその部分ありますね。まあ私もね、ずっとこうやって動画撮ってるのとかコンテンツを残してるのっていうのはそういう面もあるでしょうね。さすがに10万本の動画アップロードがあって全く再生されないってことはちょっと考えにくいんで、それこそね、1本の動画で数百円でも入れば、まあなんとかやっていけるんじゃないかなってところありますね。で、動画から広がる世界もありますからね。それこそ70になっても80になってもコンテンツ販売はおそらくできると思うんですよね。まあそんな感じでね、日々積み重ねていきましょう。まあというよりも根底には私この動画好きなんですよね。なんかね、この活動は稼げなくてもやめないだろうなと思いますね。そういったものが見つけられたのはすごくラッキーだなと思います。本当好きなことのために何かができるとかね、でお金は後からついてくるっていうのがありますけども、そういう分野を見つけられたっていうのはすごくラッキーだと思いますね。本当にね、動機は稼ぎたいだったんですけども、今は稼げてるになっちゃったかなというところでございます。いやー、あ、ちなみにね、あれですね、今ね、広島でね、国会議員を募集してるんですよ。河井案里参議院議員の失職を、まあ、契機にね、補選が行われるんですけども、これはなかなか面白いんじゃないですか。これなんか YouTuber、 ネットビジネス、こういうところからもね、この前スーパークレイジー君っていうのいましたけども、それから山本太郎さんとかね、立花隆さんって N 国党の方とかも YouTube から国会議員ですからね、市議会議員とかね、すごいですね。なんかね、世の中変わったなと思います。つまり YouTube が入り口で世界がドバッと広がるってことですよね。国会議員にもなれるし、YouTube をはじめとして年金も作れるしみたいな感じですね。 YouTube やらないとちょっとね、なんか開けるドアっていうのが少ないのかなって気がしますよね。 YouTube 依存ですね、これはね。グッドラック。